ルーマニア西部の町、アラドから、おはようございます。羽馬の国の、シルバーアローこと、イタリアの、フレッチャルジェントです。インチェットルカさんでございます。なんだそれ。ルーマニア語で、華麗なるゆっくりって意味だ。本日は、私とゆくりの二人組、ゆっくり歌劇団の、彩色顕微とおバカさんチームが担当します。どっちがどっち？言わなくてもわかってるだろ？それもそうだな。今回は、かつて来た後で、短い間輝いてもいないか、流れ星のように、一瞬で儚く消えていった列車をご紹介します。あれですな。早速来ましたね。すっげー、時間通りに走ってきたぞ。ルーマニアって、割と寒い地域なんですけど、問題なく走れるみたいですね。あの列車は、北欧、デンマーク国鉄のローカル路線を担う、はずだった、欠陥機動車、IC2 です。同じくデンマークで、次世代特急になるはずだった、IC4 の単編成版、先頭車と中間車で構成された、4両の IC4 に対して、こちらは先頭車が背中合わせになった、2両編成です。1両目は、床の下にエンジンがあり、動力を担当。二両目は反対に、エンジンがない代わりに、床を大きく下げ、ホームとの段差をなくした構造にしていました。コンパクトながら、バリアフリーなど、最新の設備を備え、各駅停車から特急まで対応できる、万能車両、になるはずだったんです。さっきから、はずだった、が多いな。だって、順調なら、ここにいなかった車両だもん。そうでしたな。それじゃあ、詳しく語っていこうか。あ、ちょっと待って。ここでは、停車時間が短く、すぐ発車しちゃいますので、続きは車内からにしましょう。乗ったらすぐに動き始めたけど、なんだか、エンジンの音がおかしくね。加速も鈍いし。相変わらず、安定してないんですね。そういや、デンマーク時代からこんな調子だったな。実はこの子、とんでもない騒動を起こした末、ルーマニアにたどり着いた車両なんです。大体イタリアのせいです。いて、事実だろ。時は遡って、2001年頃、デンマーク国鉄は、アンサルドブレダ、というイタリアの車両メーカーに、新型の高速ディーゼル車両、IC4 と IC2 を発注した。けれどこの会社は、昔からの運輸遅延の常習犯であり、経営状態も決して良くなかった。一編成だけ作った後は、全く音沙汰なし。納期の最終期日だった、2007年をとっくに過ぎ、2010年代になっても、一向に車両を納入する気配がない。痺れを切らしたデンマーク国鉄が、契約の破棄をちらつかせると、ようやく製品が届き始めた。しかし、アンサルドブレダの真の恐ろしさは、ここからだった。届いた車両を早速試運転すると、ドアが正常に動かない、警報が誤作動する、地上からの信号を認識しないなどのトラブルが多発する。あまりにもおかしいので分解したところ、電気配線がめちゃくちゃ、部品はかろうじて収まってるだけ。溶接はいい加減で強度がなく、まともに作ってある部分を探す方が難しいほどだった。エンジンも同様に欠陥品。排気ガスは、デンマークの環境基準を上回る有害物質を吐き出し、振動、車内騒音は、国鉄が保有する、一世代前の車両よりひどいものだった。これらの不具合は、一つ一つ、地道に修正されるが、度重なるトラブルの対処に、現場は疲弊し、国鉄の財務状況も悪化していく。そしてついに、デンマーク国鉄はブチ切れ、使い物にならない新型車両を、すべて処分する結論を下した。このうち、ローカル線向けの IC2 は、2016年の8月をもって、全車両が運転終了。2年間も使われなかった列車は、そのまま重機の餌食になるかに思われていた。ところが、そうはならなかった。この時、デンマーク国鉄は、IC2 の代わりとなる車両を、別の、まともなメーカーから、同数、買い直す必要に迫られていた。これに伴う出費を少しでも減らすため、IC2 を、スクラップではなく、売却することにしたのだ。保有していた全23編成のうち、1本は、デンマークの博物館に譲渡。残りの15編成が、他の鉄道会社への売却候補となった。あれ？まだ余ってない？
あんまり言いたくないんだけどさぁ。他の7編成は、使えるパーツをすべて剥ぎ取った後に解体される、部品取り車両になっちゃったんだよ。何しろ、部品メーカーが、廃業したり、別の会社に吸収されたりして、アフターパーツが手に入らなくなってたから。というか、廃業寸前の、危ない会社を下請けにしてたのが、品質低下の一因だったらしい。もちろんこんな状況では、IC2 の買い手は、なかなか見つからない。製造メーカーはポンコツすぎる上、倒産寸前で、アフターサービスが期待できないし、デンマーク国鉄も、必要な交換部品は廃車から捻出してあげるけど、その後のサポートは無理だよ。それから、苦情や返品は一切受け付けないから、覚悟の準備をしておいてください。いいですね。という条件だったので、普通の神経がある鉄道会社は、まず買おうとしない。大体、不具合が多すぎて、手に負えないから引退させた車両なんか、誰も欲しがらないですよね。と思っていた矢先、東欧、ルーマニアの新興施設が、手を挙げたのです。この施設は、西部のアラドで、客車、貨車を製造している会社が母体でした。ですから、車両の改造、メンテナンスはお手の物。それに、環境大国デンマークでは、規制に引っかかる排気ガスも、古いディーゼル車両ばかりのルーマニアにとっては、十分クリーンです。おまけに信号は、運転士が目視で確認する、アナログ制御なので、車上コンピューターに、多少の不具合があっても問題なし。極端なことを言えば、走行さえできれば OK だったんです。いいのかそれ。だって実際そうなんだもん。デンマークには、厄介払いすべき車両でも、ルーマニアにとっては、稼働時間、走行距離が少なくて、価格も安い、極上の掘り出し物でした。こうして、IC2 は、アストラトランスカルパチック、という施設に引き取られます。グレーと紺色だった塗装は、アラドの車両工場で、黄色と緑色のカボチャ色になり、北欧から東欧に場所を移して運転を始めたのでした。外装は大きく変化した一方で、車内は、ほとんどデンマーク時代のまま。ドアの上の、行き先案内は、ルーマニアの地名が表示されてますが、車内案内、注意書きなんかに、デンマーク語が残ります。座席の生地や、壁の模様も、デンマーク国鉄のロゴを模したものですし、運行開始段階では、必要最低限の改修しか行われてないようです。ロゴは、言われないと気づかないような、さりげないものですから、案外、このままかもしれません。ただし、大きく変わった点が一つ。この列車は、1両目の、運転室寄りのボックスシートが一区画、壁で仕切られています。ここはデンマーク国鉄時代、携帯電話などの使用を遠慮してもらう、サイレントゾーン、もしくは一等席として使う予定でした。以前は、他の区画と同じ、紺色のシートだったのですが、ルーマニアに渡ってから、赤い生地と、金色のヘッドレストに変更。明確な差をつけて、一等席としているようです。と言っても、座席自体は、普通席と同じ、横4列。しかもこの列車、私たちが取材した段階では、普通席しか販売していなかったので、乗務員の休憩場所として使われていました。あれ？とまた。運転室から人が降りたぞ。踏切で、何かあったんでしょうか。そして列車は、警笛を鳴らして、運転再開。前方を確認しに行った、というわけでもなさそう。さようなら、また明日、って感じで去っていきましたよね。今のって、駅じゃないよな。どう見ても、ただの踏切でした。あの降りた人は多分、鉄道会社の社員だよな。そうですね。乗った時から、例の乗務員スペースにいたし、合鍵を持っていて、さっき、運転室に入っていったのを見ました。状況から考えると、非番で乗ってた社員さんが、家の近くの線路で列車を止めてもらい、そのままダイナミック帰宅をしたんだと思います。おおらかだなぁ。昔はイタリアでも、ああやって、列車をタクシー代わりにすることがあったそうです。今やったら大問題ですけどね。ルーマニアには、そういう文化がまだ残ってるんだということで、見なかったことにしよう。IC2 を運行する施設、アストラトランスカルパチック鉄道は、自社の線路を持たず、ルーマニア国鉄の線路を曲がりして、列車を運行する会社だ。
日本の JR 貨物やイタリアの私鉄高速列車イタロのような方式と言ったらわかりやすいだろうか。アストラ鉄道の列車は発着駅も国鉄と同じ場所を使うのだが、運賃発券システムが異なるので、ルーマニア国鉄の窓口で切符を販売していない。チケットはインターネットで購入するか、アストラ鉄道専用の窓口に行く必要がある。その他、一応車内でも切符を買えるようだ。お値段は、いい車両を使っているだけあって、国鉄のおよそ2倍。と言っても、日本や西ヨーロッパから比べたら、だいぶリーズナブルで、快速列車に2時間半、約170キロ乗車した場合の料金は、1200円程度だった。そのお値段でも、ルーマニアの物価と、周りの車両を考えたら、この子は十分高級な列車なんですよ。このアストラトランスカルパチック鉄道が設立されたのは2014年。最初はアラドなどルーマニアの西部地域と首都のブカレストの間を走る夜行列車を運転していました。社名のアストラというのが親会社の名前、続くトランスカルパチックはルーマニア西部と首都の間に横たわるカルパチア山脈を横断するという意味です。会社のロゴにも山を抜けて平野へと走る列車が描かれています。アストラ鉄道の夜行列車は食堂車もなく、たった4両の短い編成ですが、豪華なシャワー付き寝台からお値段の安い座席車両までバリエーションが豊富です。旧態依然な車両を使っている国鉄の夜行列車よりも新しくて清潔な客室を備え、上質なサービスが自慢の列車なんです。そんな夜行列車に続く第2弾の列車が昼間に運転する長距離の快速列車でした。前回の動画でも触れましたが、ルーマニア国鉄の列車は他国で使い込まれた年代物の中古車両が多く快適ではありません。そこでアストラトランスカルパチック鉄道は長時間の乗車に対応し、おまけにバリアフリー設備もある新しい車両を手に入れて新規参入を図ったのです。けれどもそれは国鉄とライバル関係になる新参者の私鉄車両にとって過酷な道でもありました。線路と駅は国鉄の施設を使わせてもらいますが、各地にある車庫で整備や補給を受けられません。西部地域でアストラ鉄道が使える車庫はアラドのみに設けられ、一度出発したら補給なしで帰ってこなくてはならないんです。でも IC2 はこうした難しい条件をクリアできる性能を有していました。というのも、この車両はデンマークで今までのローカル列車と異なる運用を計画していたからです。お客さんの少ない地方の末端区間では従来と変わらず小さな2両編成の各駅停車ですけど、優等列車も通る大きな町に着いたら特急用の姉妹車 IC4 と連結、そしてそのまま長い特急列車として遠くの都市まで高速運転ができる構造になっていました。なので最高速度はローカル向けにしては異様なまでに速い時速200キロ、長距離高速運転に耐えられる750馬力のエンジンを2機持ち、それに対応した大きな燃料タンクも備えていました。したがって長時間長距離運転は簡単にこなせる作りになっていたんですよ。さらにルーマニアに移ってからは200キロまで出せた最高速度が140キロまで引き下げられています。常用ではその速度すら出すこともなく、現在は70キロ前後で走行してるようです。燃料を大量に消費する高速走行がなくなり、平野をのんびりのどかに運転する日々になりましたが、一日の運用はデンマーク時代に負けず劣らず結構ハードなんです。まず朝6時に車庫のあるアラドから南西部の都市ゲミショアラに向けて出発します。1時間後終点に着いたらすぐに折り返し、再びアラドを経由しながら片道350キロを7時間かけてルーマニア西部を縦断します。今私たちが乗っている列車がこの運用です。このまま沿線の町に停車しつつ北上を続け、14時24分にウクライナに近い町バイアマーレに着いたら、休む間もなく14時47分折り返し運転につき、元来た道を戻ってケミショアラへ。午後10時19分に終着駅に到着すると、最後に車庫のあるアラドまで1時間かけて戻ります。稼働時間は朝の6時から深夜0時まで、実に18時間。
1日の走行距離は850キロにも及びます。ルーマニアの快速列車は短距離を何往復もして本数を稼ぐのではなく、片道数百キロの道のりを走り通す運用が多いんです。そのローテーション、まさか一つの編成でやりくりしてるわけじゃないよな。この子結構病弱なんだぞ。過労で倒れたらどうするんだ。一応3編成で回してるらしいです。確かに決して丈夫な子じゃないだけにちょっと心配ですね。それに私鉄アストラ鉄道の快速は今のところ1日に1往復しかないんだよな。まだ使える編成が少ないですし、2、3時間おきに走る国鉄の列車の合間を縫えるのがこのスケジュールだけだったんでしょうね。国鉄と互換性がない高額な運賃と使いにくいダイヤのせいで車内にあんまりお客さんは乗っていません。でも列車の数が増えたら本数や行き先も増やされる予定だそうです。それにしたってこんな長時間労働だったらあいつの方が適任なんじゃねえの。誰？ IC2 と IC4 が大爆発した余波をもろに食らったあの列車だよ。あの子ですか。デンマークの磁気主力になるはずだった列車たちがお払い箱になった頃、もう一つ残念な車両が生まれていました。ドイツの非電化用高速機動車、そして ICE 姉妹の末っ子 ICE-TD です。あの車両は使い物にならない IC4 と IC2 の代わりとして2009年からデンマーク国鉄に貸し出され、ドイツとデンマークを結ぶ国際路線や国内運用で活躍していました。車両の大型化によって列車1本あたりの輸送能力は最大2割近くも増え、丈夫な車体、足回りは1日中走り回っても問題なし、ギアガラスを多用した高級感のある内装はお客さんにも喜ばれ、デンマークの鉄道に大きく貢献していたはずでした。ドイツからデンマークへの車両の貸し出し期間は最低13年間、本来なら2020年過ぎまで使われ続ける予定だったんです。ところが2016年過ぎ、その雲行きが怪しくなります。この頃の TD ちゃんは順調に走行距離と稼働時間が増えていたこともあり、車体を細かく分解して行う大規模な精密検査、いわゆる全般検査の時期が迫っていました。同時に製造からある程度月日が経ちましたから、車内設備は故障が起きたり、エンジン周りも部品の消耗によって燃費が悪化。デンマーク国鉄はドイツ鉄道に払うレンタル料に加え、燃料代や修繕費用で日常の運行コストが増え続けていました。大規模な検査はこうして車体が傷んできた時期に訪れますので、普通なら分解したついでに古くなった部品を交換したり、各部はきれいに清掃され新車同様に生まれ変わります。ですがこの頃 IC4 と IC2 計画の失敗で莫大な損失を出し、代替車両も購入しなくてはならなくなったデンマーク国鉄は分解検査のための費用が出せなかったんです。あれ、でもそれ変じゃない？経営難でもデンマーク国鉄の列車は普通に検査が続けられてたわけだろ。それがですね、 TD ちゃんはデンマークの車両よりも構造が複雑で部品も多いんです。不作動にしていたとはいえ振り子機能もありますし、分解と再組み立てだけでも普通のディーゼル車両より時間と費用を要します。その上、よそから借りていた子だったので、自分たちで細部の整備ができず、ドイツに送り返して、委託する必要がありました。こうした事情が重なり、自前の施設で検査できる、勝手知ったる自国の車両の何倍も、整備費用が高額だったんですよ。もう一つ、彼女にとって不運だったのが、復帰から10年近く経っていて、残りの契約期間が短くなっていたことです。例えば、貸し出し期間がまだ半分以上残っているなら、検査を受けても問題なかったのでしょうけれど、残り数年の運転のためにお金のかかる大規模検査を行うのは合理的でないと判断されたのです。もちろんこれは安全に直結し、法律でも定められた整備なので、期限を先延ばしして運転することは許されていません。ドイツ鉄道側でも検査費用の一部負担や貸し出しから買い取りに切り替えてレンタル料を不要にするなど、あの子が生き残るための道を打診しますが、赤字に陥っていたデンマーク国鉄が取れる選択は限られていました。
それは、ICETD の早期引退。整備期限が来た編成から、予定よりも早く契約を切り上げて、すべての車両を、ドイツに返却する道を選んだのです。こうして、デンマークを走る、非電化用 ICE は、2017年から、少しずつ、運転本数が減らされ、同年末のダイヤ改正をもって、姿を消しました。最後の時期は、ほぼ、動けばいい状態だったので、床下のパネルが一部欠落していたり、行き先表示が故障して、マジックで車両番号が書かれていたり、存在な扱い、だったんだって？そうなんだよ。私は見ていた。なんだか最後は、西ドイツの、VT11、小型機動車みたいだったな。返却された TD は、ドイツ北部の島、リューゲン島の一角に集められ、他の引退車両と一緒に、保管、という名の実質放置をされている。けれどもそのうち1編成は、新しい技術のテスト車両に抜擢され、再び復帰することが決定した。アドバンスド・トレインラボ、と名付けられた試験車両は、車体に様々な新技術を組み込んで、ドイツ各地の線路を走行し、実証試験をするのだという。いい役割をもらえたんですね。でも名前が、その、何か？アドバンスド、トレイン。なんだよ。何よ。なんでもない。それにしても、使えない列車の代わりに起用された TD が、同じ車両によって、とどめを刺されるとはな。しかもその張本人は、なんだかんだ生き残ってるってのは、複雑な気分だ。デンマーク国鉄に大打撃を与えた、車両メーカーのアンサルドブレダだって、日立に買収してもらって、ちゃっかり復活してるしさ。イタリアの車両は、黄金の雑草魂を持ってるんです。転んで迷惑をかけても、ただじゃ起き上がりません。いや迷惑はかけんなよ。さて、話題を北欧から、ルーマニアに戻そう。アラドを出発して2時間が過ぎ、IC2 は、オラデア、という町に到着した。この子の旅は、まだまだ道半ばだが、私たちはここで下車して、出発を見送ることにした。列車はこの駅で、方向転換。今まで後ろだった、無動力の、提唱者側を先頭に走り出すようだ。しかしこれ、あんまり状態がいいとは言えないな。テールランプの LED が欠けちゃってますね。私たちがアストラ鉄道に乗車した時点で、IC2 の運用は、一本の列車が、ルーマニア西部を、南北に一往復するだけだった。けれども将来的には、2編成、4両で運転したり、首都ブカレストに活躍の場を移し、ルーマニア第2の都市、ブラショフや、港湾都市、コンスタンツァへの運行計画もある。ブカレスト、コンスタンツァ間の線路は、高速運転にも対応しているので、もし実現したら、最高速度で駆け回る姿も見られるかもしれない。なんとなくいい流れになったところで、そろそろ出発のお時間がやってきたようです。イタリアで生まれ、北欧を追い出され、東欧に流れ着いた列車が、末永く走れることを期待しつつ、お別れといたしましょう。ここまでのご視聴、ありがとうございました。